さんこんにちは、カナノアです。ピーン。はい、今回ですね、6月とか7月ってさ、大体体育祭シーズンじゃないですか、高校生。そうですね。まあ10月とかにある方もいると思うんですけど、多分早く知りたいと思うんですよ、ハチマキの巻き方。あ、まだ？ハチマキの巻き方なのでですね、今回ですね、カナノアがちょっとこういうのいいんじゃないって思ったハチマキの巻き方のアレンジを紹介したいと思います。イエーイ。はい、まずカナが紹介します。まず一つ目、はい、あ、今回2つずつ紹介します。はい、みんなやってる猫耳のやつをやりたいと思います。まああれだよね、一番簡単っちゃ簡単だよ、ね、一番簡単です。最初に普通になんかさ、結ぶ感じ、こうやって結びます。輪っかにして、輪っかから輪っかを作りました。抜きまして、ギュッてやりすぎず三角形、優しく三角形を作ってください。お山を作ります。もう完成。早い早い。はい、じゃあ片方も同じようにやります。あら、かわいい。はい、じゃあ、あ、垂れ耳になっちゃったけど気にしないで。はい、ということで1個目の猫耳完成です。完成です。ただの1個目は終了で、2個目のがお願いします。あのね、さっきね、たまたま思いついたんですよ。真ん中さんをまず決めます。はい、決めました。で、真ん中を頭のてっぺんです。そのまま髪の毛を後ろにやって耳にかけてください。ちょうどここで半分にして、半分髪の毛半分です。はい、で、このまま編み、三つ編みをします。これ1本として数えて、ほら、こうやったらさ、かわいい。絶対落ちないじゃん。絶対落ちない。ちょっとね、これさ、本当はちっちゃいチビゴムだっけ、うん、あるね、プラスチック系のゴムでやってくれると嬉しいです。あ、かわいい。すごい、完成。イエーイ。これさ、一応ここら辺にもピンとか刺しても全然いいと思います。かわいい。はい、はい、カナの2つ目紹介します。イエーイ。リボンです。リボン、リボン、ダブルリボンしますよ。じゃ、まず半分に折ってください。はい、折ります。で、今回リボンをここにやりたいんです。だから端の方で、ここ結べるぐらい残してもらって、端の方でリボンを使っていきます。2つ使います。はい、まずじゃあ折ります。ここを出して折ってください。んー、で、反対も、そうするとこうなります。下になる方だから、こう短いテラテラの方を細くそこだけ折ります、うん、そしたらこの重なってる部分の中心にぐるっと2回ぐらいかな、巻きつけちゃいましょう。で、こっちがあるでしょ、長い方、長い方と短い方、肩結びっていうか、まあ固くくっと結んでいただいて、完成。めっちゃ綺麗じゃない。はい、リボンが完成。ほら、あ、かわいい。耳の上に来る感じですね。そう、耳の上に来る感じ。じゃあもう片方もやっていきましょう。ダメだ、見てこれね、2個作ってこうやってやるとね、で、後ろで結ぶの。そう、結べない。ちょっと難しいんで、何回も練習してみてください。コツが分かると思う、やってみたら。かわいいよ。最後、ノアちゃんにお願いいたします。え、もう超シンプルです、皆さん。大きいリボン、大きいリボン、あの、ただ頭の上にリボンをするだけなんですけど、まず、はい、半分に割って首の中心が半分にくるようにして、そっから耳の上を通り普通に湧いてリボンをするだけです。おー、なるほど、これぞ目立つ。あとね、これだけじゃの足んないって思ったんで、でん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 、もしちゃいって。ジジで、私キキです。だからね、こうデカリボンってことで、え、これ今ひらめいちゃった。見て見て、かわいい。どうどう、やだ、ちょっと上になった、失敗したってなってもこうなったよ。失敗したら言わなきゃい、みんな。これやったら絶対取れないよね。取れない。やっぱさ、あれだよね。暴れすぎ。見た目めっちゃおしとやかなのに。はい、こんな感じでした。はい、皆さんぜひ、気になるのあったら、やってみてください。やってください。はい、ということで、今回ここまでです。見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。ちまきアレンジがいいなって思ったら、高評価、
そしてチャンネル登録もお忘れずに。お願いします。体育祭楽しんでください皆さん。そして優勝を目指して頑張ってください。頑張ってください。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。